12日、時刻は11時を回りました。新生ズーズーワンダーランド始まりました。あ、拍手をしていただいている、嬉しいです。さてさて、この番組を毎週聞いている方は、あれ、ナビゲートするパーソナリティの声がちょっと変わってるとお気づきの方、大変嬉しいです。そうなんです、実はですね、今週5月12日、今日からパーソナリティがですね変わります。まあ、自分で言うのもなんなんですが、はい、あの、私、玉木芳乃と申します。皆様どうぞよろしくお願いいたします。隣の方が拍手してくださってますが、後ほど紹介しましょうね。さて、このズーズーワンダーランドなんですが、2015年からスタートして、実は今年で8年目を迎えました。で、この、先週ね、沖縄こどもの国で大きな特番を経て、今日2週目、5月の2週目を迎えたわけなんですが、また気持ち新たに沖縄こどもの国の旬の情報をたっぷりと、はい、私、玉木がナビゲートしていきますので、よろしくお願いいたします。さあ、今回ですね、新生第1回目の放送ということで、なんと沖縄市にある、はい、もちろん沖縄こどもの国にお邪魔しております。実は、あの、収録をしている今日はですね、大変お天気が良くて、あの、遠足校で来られる、ね、学生さんも多い中で、今日はインタビューをしていくんですが、さあ、この番組といえば、毎週のように沖縄こどもの国の職員や飼育員の方々がスタジオにお越しいただいて、まあ、お話を伺うという内容だったんですが、これからはですね、私、玉木が毎週この沖縄こどもの国に通ってですね、旬の情報を届けていきたいと思っています。そして今回第1回目を記念いたしまして、なんと普段はなかなか、はい、このマイクにお出になることはないんですけれども、この方にご登場いただきたいと思います。いけるかな。お、ほっ、うん、うん、さあ、紹介してまいりましょう。なんと本日の、インタビューはですね、沖縄こどもの国園長、上里沖博さんです。こんにちは。はい、こんにちは。すごいな。 いやー、なんか登場曲がすごい登場曲だよね。やはり、上里園長がスカイハイが大好きだということで、私、なんとすごいですよ、雑ですね、あの、自分の携帯から今音楽出しております。いやいや、全然大丈夫ですよ。ありがとうございます。いや、もうこの懐かしい曲ですね。もうあれだよな、青春の、はい、真っ只中の時の、はい、よく使ってた曲なんでですね、はい、私も、あの、この曲を聴くと、大空を舞いたくなる、スカイハイですからね、うんうん、はい、でも本当に今日はこの眺めというのも、あの、グリーンがね、こう張っていて、そして子どもたちの声が聞こえて、はい、やはりスタジオとは一歩違って、沖縄こどもの国の園内から放送ってやっぱありがたいですね、はい、まあ、もろに現場感じるし、はい、まあ、の、匂いも感じるし、いいですね、音も感じるし、はいはい、いいと思いますよ、はいはい、そして今日は、あの、私からすると FM チャンプラー時代から大変、あの、上里さんにお世話になっていて、もう私もね、ずいぶん、あの、想像通りこんなにおばちゃんになって帰ってきました。そして上里院長は、いやおばちゃんって言ったら、俺はもう、じゃ、おじいなのかなという感じなんだけど、いやいや、おじい園長、いやいや、違いますけれども、私、玉木で進めていきたいなと、はい、でも、あの、私以前から言ってましたけど、ね、あの、石原軍団の、あの、神田正輝さんに似てますって言ってましたよね。いやもう恐れ多くも、はい、ちょっとこれは、あの、今にやりと喜ばれましたけど、はい、いや、はい、でもそんな2人で、ね、進めていきたいなと思っています。はいはい、よろしくお願いします。はい、さあ、あの、改めましてですね、あの、今日は新しい新エリアのご紹介もさせていただくんですけれども、はいはい、一旦ですね、また CM の方も挟んで、これからじっくりと後半お届けしていきます。そして今日は上里園長ってこんな人っていうところでちょっと攻めていきたいなと思っていますので、この後もぜひ皆さん聞いてください。ズーズーワンダーランド、この番組は公益財団法人沖縄こどもの国の提供でお送りします。子どもの国、思う存分
ぶなら子供の国。早く動物園に行きたいな。おっと、その前にワンダーミュージアムに行こうよ。メリーゴーランドにも乗りたいわ。家族みんなで行こうね。子供の国。ということで、5月12日新生ズーズーワンダーランドをお送りしています。パーソナリティの玉木芳乃です。そして今日ご一緒していただいている方は上里園長です。改めましてよろしくお願いします。はい、よろしくどうぞ。はい、さて5月12日、もうね5月に入って12日目を迎えましたが、先月の4月29日にみんなが、県民が、はい、多くの方が期待していた新エリアが、はい、オープンいたしまして、はいはい、私たち今日なんかあの動物みたいですね。あの檻にいる動物みたいに見えません？はい、みんながみんなに見られてるね。見られてるんですよ私たち。こんにちは、聞こえる声、どちらから来たの今日？小座、沖縄市小座中、ね、小座中ね。あ、はい、あ、いや遠足、何か見た動物、何を見た、何見て、あ、はい、終わった。今日はここは人の展示、人の展示、動物、あ、人も動物だから、うん、そういうこと、そういうこと、いや、はい、そういうことにしとこうかな、ね、ちょっと年老いたおじさんおばさんいますけど、よろしくお願いします。こんな感じで、はい、子供の国でインタビューするとこういうことになるんですね、園長。はい、私たちも動物ですからな。はい、行きましょう。改めて、はい、グランドオープンいたしました、場所の名前をぜひ園長からご紹介ください。はいはい、今回オープンしたエリアがですね、里山の迷宮というエリアなんですね。はい、まあ、ここは、リニューアルする以前は、小動物それから猛獣のエリアだったんですが、うん、はい、これを本当に一期二期に分けて今回グランドオープンさせていただきました。はい、なんで里山の迷宮かと気になってました、いうことなんですけど、まず里山というのがですね、日本の、里山をイメージしてまして、はい、その里山にいる動物たちを展示しようということで里山というのがついたんですね。はい、あと迷宮、ね、迷宮というのが後でくっついてきたんですけど、この迷宮というのが、動物たちが、自分の寝小屋だとか、はい、展示場に行ったり来たりするこのコースが迷路になっているということで、里山の迷宮ということで、エリアの名前を付けさせてもらったんですよ。でもこの里山っていうこの名前にはそういった由来があったんですね。そうですそうです。また迷宮ということで動物たちがそれぞれのお家にが行く様とか、はい、いろいろな思い、でも迷宮っていうだけあるのでやっぱりなんかすごく夢がなんか広がりますよね。そうですね、果てしない可能性みたいな感じはね。はいはいはい、まず沖縄の子どもたちが絵本に出てくる、はい、絵本でしか、はい、見ることができないという動物がですね、うんうん、実際にここで見れるよというのが大きなコンセプトなんですね。はい、でこのエリアについては、まあ、グランドオープンということで1期それから2期に分けてオープンしたんですけど、うん、1期目がまさに本当に絵本の世界で見る動物たちを展示するエリア、それから今回、2期としてオープンしたこの場所が、うん、動物たちと触れ合える場所と、そうなんです、いうことで、うん、使い分けをしながらですね、ぜひこのエリアを楽しんでいただきたいなというふうに思ってます。はい、まさに今園長がおっしゃったように、私たちはよく絵本を私も読み聞かせよくさせてもらうんですが、よく狐とかタヌキとかクマって、はい、やっぱり沖縄ではというかね、はいはい、なかなか出会えないものを、まあ、こちらの子どもの国で、まあ、見ることができるということも大きなことなんですが、はい、まあ、里山っていう、ね、名前の由来にもなっていると思うんですが、はい、で今日は実は私たちがどこで話をしているかというと、はい、沖縄子どもの国って大変エリアが広いんですけれども、今日は動物広場の場所、こちら特にね体験プログラム、はい、動物をこう触れたり、いろんなこう疑問に飼育員さんがお答えいただけるっていう場所に、はいはい、まあ、ちょっと席を設けてお話をしてるんですが、この部屋もすごい素敵ですよね。そうですね、本当に、市の方でも力を入れて、はい、整備してくれたんで、あとは子どもの国の方でしっかり引き取って、はい、
沖縄の子どもたちの育成になるような使い方をしていきたいなと思ってます、はい、今動物と、触れ合えるという場所が非常に少ない、うん、あとまた子どもたちがどんなして触れ合ったらいいのかという触れ合いの仕方もわからないというふうなこともあってですね、はい、ここでは指導をしながら触れ合える場所も提供していこうというコンセプトで進めて いこうかなと思ってます。なるほど、はい、私もその時間ちょっと参加したんですけれども、はい、このお部屋の前には体験プログラム何時から何時からっていうのが明記されてて、はい、皆さんには申し込みをしていただくんですけど、はい、餌は何食べるのとか、じゃあどうやって食べるの、足の指の数はどうして、そんな形をしているのとか、そんな素朴な疑問にも飼育員さんがちゃんと通るよくこうね声でマイクで答えてましたよね。はいはいはい、あれはすごいなと思います。しっかり子どもたちにもですね、この動物はこういうのが特徴なんだよとか、うんうん、こういった生活、はい、リズムがこうなんだよというのをですね、うんうん、しっかり子どもたちに、教えていきたいなということで、飼育員も非常に張り切ってるというか、はいはい、もうあれですよ、みんな園長がいるとあれですけど、もう性格そのものが目ならなら多くて出るよ、ねはい、目ならなら逆に期待してます。本当ね、はい、よりなんか皆さんマイクを持った時のパフォーマンスが生き生きされていて、はい、それぞれのこのリズムと、はい、あとやっぱり皆さんがそれぞれがプロの方なのでね、そうなんですよ、やっぱりね人柄が出てくるんですよ、喋、はいはい、りにも、はい、それでまた分かりやすい、はい、とってもねお客さんと飼育員さんが近い、はい、とても近い距離が近い感じがしましたよね、はい、はい、まあ、こちら旧ふれあい広場から動物広場に生まれ変わって、より動物のことを知る場面がまあ、増えたということになりますよね、はいはいはい、まあ、今回ですね、いろいろな動物たちがもちろんやってきてるんですが、特に皆さんにご紹介しておきたいなという動物はいるんですか。ですね、日本鹿、そうそうそう、はい、日本鹿、まあ5頭なんですけど、はい、展示場が非常に映えるっていうか、そう、見栄えのする場所に鹿そのものがですね、はい、本当に生き生き動く姿が見れますので、それがまず一押しということと、はい、あとカピバラが、はい、2頭来てます。そうですね、はい、このカピバラもですね、はい、みんなのアイドルに、うんうん、なっていくということをですね、はい、うん、期待をしてますんで、ぜひ可愛がってほしいなと思ってます、はい、今もうあと、まあ、これから鳥インフルエンザの関係で、うん、まだ全部は揃ってないということなんですけど、はい、タンチョウズルだとかイヌワシだとか、うん、迫力のある、はい、鳥類も来ますので、ぜひ期待してほしいなと、私も期待してます、はいはい、飼育員さんみんなも、ね、期待してると思うんですけど、はい、カピバラには、ね、ちゃんにはちょっと会ってきました私も、うん、愛くるしい瞳で、あ、こういう毛並みなんだなって近くで見て初めて分かることもあったんですが、うん、今園長がおっしゃった鹿、何ですか、斜面に、何だろう、斜面を駆け上がる姿、はいはい、ちょっと私絵本のガラガラのちょっと思い出したんですけど、はい、なんだろう、テレビでは見たことあるんですよ、ええ、でも斜めでどうやって駆け上がるんだろうと思ったんですが、うんうん、見れますねここで、本当に、びっくりしました。いや、こんなとこ駆け上がるんだという、もう迫力ある、落ちないの、はい、そう、落ちないのと思うんですが、まあ立派な立ち姿 で、はい、でかなり斜めってるんですよ、はい、そこから私たちは見下ろされたんですが、しかも近くで、はい、これですからめちゃくちゃ感動しました。我々が鹿を見てるんじゃなくて、はい、逆に鹿に見られてるという感覚ですよね、あの場所は今みたいにね、私たちね、はいはい、でもやっぱりね、近いし、なんだろう、すごくこの動物の特性を生かしたこの作りになってる感じも垣間見れて、はいはい、これはやっぱり見る価値というか見応えありますよね。そうですね、より、うん、はい、日本の動物園、全般に言えるんですが、はい、柵をですね、鉄柵とかをできるだけ少なくして、やっぱりでガラス展示だとか、はい、そういった方向にして身近に観察することができるという、最近はこういう作りになってますね。でも確かによくよくこう見ると、この順をたどっていくと、何でしょう、近いって感じるんだけれども、一応ガラスが貼られてたり、はい、でもなるべく取ってて柵があまりないようにっておかしいですけど、はいはい、もちろん安全面はちゃんと考慮した作りになってるなっていう感じ。あとね、はい、面白いのが
通ってくるときに、あ、今も子どもたちに見てもらってるんですがインタビュー姿をね、はい、あのストレスフリーな感じがしました。あ、そうですね、はい、うん、はい、一番あのお子様を今ね、あの一緒にあのお連れして今移動されてるんですが、はい、赤ちゃんを抱っこした、あのファミリーとか、はい、お年寄りの方々一緒に来られても、はい、とてもゆっくりとあのなだらかに移動できる、見ることができるというイメージも今回持ちましたね、はいはい、あの実は最初の課題がですね、うん、坂をいかに克服するか、ここの園路が非常にあのきつくて、勾配 11% とか 12% という非常にあの結構きつい勾配をですね、うん、ですよね、園内、まあ、全体的にあの 4% から 5% ぐらいに緩和していこうというふうなこと で、うんうん、で出てきたのがデッキ、デッキ、あ、デッキの、あ、デッキの園路をですね、はい、あのふんだんに使ってできるだけあの坂を克服していこうということです、はい、あの本当にあの、これまでベビーカーをですね、はい、押してもうお母さんが苦労して上がっていくという、私も経験あります、はい、そうですか、はい、もう随分変わった、随分あの良くなった、良くなったと思います、はいはい、なのですごくあの、ね、赤ちゃん抱っこされているベビーカーを、ね、して、はい、押しながら園内を歩く方々がとてもあの、はい、穏やかな感じで、はい、ゆっくりよんなよんな見れるのは、はい、やっぱりよく考えて作られたんだなっていうのはね、はいはい、ものすごく感じました。ですからこの園路もそうなんですが、うん、あの途中途中にあのベビーケアルーム、それも何箇所か整備してますので、あ、ぜひあのご活用していただければなと、はい、ね、トイレも上等になってますよ、はい、 あれですよね、トイレまだ私行ってないんですが、あれですよね、はい、なんか何でした、ウォシュレット、はい、子供の国でウォシュレットって、はい、もう夢のようですね、はい、まあ、まだ2箇所ですけどね、はい、あと、この夏にまたもう1箇所完成しますので、はい、ぜひ期待していただきたいと思います、はい、ますます期待したいと思います、はい、さあということでございまして、あの4月29日にオープンしてもう多くの方にご来場いただいているんですが、里山の迷宮もご覧になったかと、そしてこれから遊びに行くよと、ね、予定を立ててる方も多いと思うんですけれども、ぜひ見て触れて学べる動物広場のご利用もね、皆さんあのホームページまたはさまざまな場所からの申し込みができるので、こちらをぜひ、ね、チェックしていただきたいなと思っています。で、今日はですねこの時間は、里山の迷宮についてより詳しく、上里園長からお話を伺いました。ぜひ、ね、ここはぜひともここだけは来たらチェックしてよっていう場所はありますか、園長。やはりこの触れ合いの場所 についてはぜひ、小さい子どもさん連れてですね、はい、動物たちと触れ合ってほしいなというふうに思ってます、はい、あとはこれから先々の話になるんですが、カピバラの方には、はい、お湯が入る池も準備してますので、はい、カピバラが温泉に浸かるという姿もゆくゆくはご覧になっていただけると思ってますので、これも後々期待をしてほしいなというふうに思ってます、はい、まあ、こちらの詳しい情報はまた来週5月19日に、ね、はい、ある飼育員さんにもインタビューできると思いますので伺っていきたいなと思っています。はい、ここまで神山園長ありがとうございました。子どもたちの、ね、あの声もこちらまで聞こえてきますけれども、やっぱりあのちょうど、ね、収録している時間が午前中ってこともあって、日の感じもやっぱり最高がなんか柔らかいですね。そうですよね、今日は、はい、はい、だいぶ、ね、過ごしやすくなってきているようにも感じますけれども、うん、さてこの時間からはですね、あの園長、上里園長が一体どんな人なのかというのを、先ほどあの神田正樹にということを言いまして、 YouTube からもお写真なんかも公開させてもらうんですが、より迫っていきたいということで、はい、あの玉木池代を考えましてですね、神里カードを作ってきました。すごいね何やるんだこの番組ってね、はい、いろいろアイテムも出てくるんですが、ドキドキだね。ドキドキしてます、はい、で今あの神里っていうカードがそれぞれ4枚あるんですけれども、その裏にですね質問事項が書かれてるんですよ、はい、はいはい、でそれをもう答えてもらうっていう感じです。はい、わかりました。大丈夫ですか、はい、ということでそれでは1枚何か選んでください。神里、順序よくいきましょうか。あ、本当、はい、正解、血液何型ですか。もちろん A 型ですよ。 A 型、はい、ですよね。もちろん私 A ですよ、こう見えて。あら、あのやっぱりよ、カノオさんが違う、あの血液型でも同じ A でも
や私若干あの男性と女性の分けますね違いがあると思うよ、ちょっと待ってください。私これでも一応これでも案外几帳面ちょっと大雑把なちょっとこもあるんですけど、まあまあ B 寄りな A 型ですね。まあいやいやということで、じゃあそれではどうぞ、はい、か引いてください、はいはい、じゃあ引いてパッて呼びますか、はい、ご自身で読んでください。あ、はい、自分を動物に例えると、はい、もうこれは、はい、誰がも納得することなんだけど、はいはい、ズバリゴリラ。え、ゴリラ、ゴリラ、うん、あゴリラなんですか。あのね、ちょっと待って、チンパンジーのあのツグルとかゼンといつもライバルですよね。あ違いますか。まあ、ゴリラ、ゴリラ、はい、なぜか、はい、写真とか撮りますよね、はい、そしたら、うん、自分だけ、はい、真っ黒く写ってるらしい、うん、あ、でも日焼けしてらっしゃる、小麦色の肌だから。日焼けもあるんだけど、うんうん、髪もそうだし、はい、うん、濃いのかね、本当にあの子供をあるいは、ま、子供あるいは孫から、うん、お父さん、じいじ、ゴリラとって言われるんだ。もう言われてるので、え、はい、私あのリスとか言われます、リスとか。あ、そう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 、ね、全くそうだよね。カパ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 カしてさ、年を、ね、あの重ねても口の速さは変わらないっていうね、これ厄介なんですよ、これが4内行きますけれども、はい、なるほど。ということで亀里園長は自分を動物に例えるとっていうことで、みんなから、まあ、ゴリラさんに似てるということを言われるということでございます、はい、なるほど、ゴリラリの人を見つけたら園長ですね。そうですね、はい、これはカナオさんたちもそう思ってらっしゃるんですか。まあ、うん、ああと思ってあの候補、あのカナオさんも納得しちゃいましたということでございます。はい、ということで、じゃそれではじゃあ神里の実も行きましょうか、はい、ちょっと足早ですが、はい、いいですよ、はい、じゃじゃん、さあ、なんだろう、実はこう見えて何々なんです。つまりこう見えて私〇〇なんです。あ、そっか、玉木、こう見えての、うん、私こう見えて、ね、私結構料理作るの好きなんですよ、うん、あのお弁当詰めるの上手い人なんですよ。あ、自分は、うん、こう見えてみたい、こう見えて、とっても繊細で繊細で、はい、普段の趣味として、はい、あ、趣味も言ってくださる、盆栽、盆栽作りを丁寧にやってるので、あ、これはちょっと性格出ますね、はい、もう性格丸出しでしょ、丸出し、うん、もう本当にあの、ね、几帳面で、うん、切って割ったような、そう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 、この穏やかさと合わせて、はい、のびのびではなくて、うん、はい、しっかりの自分でコントロールしていくと。なるほどね、だって盆栽ってそうですもんね。そうなんですよ、未来を描きながらこういうふうに選定していきますからね。カノンさん今遠くを見つめましたが、そうなんですか、繊細な園長、園長が、はい、あ、今ですね、あの盆栽やってらっしゃるんだったら園内のこの植物関係の剪定を一緒にやってほしいなって今あの広報金尾さんが申しておりますよ。これはもう全然あの大丈夫です、はい、でも業務が忙しい方だからね、まあ、忙しい中でももしよろしかったら、はい、あのアドバイス、はい、右がいいんじゃない、はい、左切り落としなさいとかね、はいはい、よろしくお願いしたいと思います、はい、しっかり今日こう公開しましたので、はいはい、言っちゃったから頑張ります、はいはい、実は盆栽趣味です、はいはい、ということで、それ行きましょう。じゃ今度はですね、さですね、神里のさ、はい、これなら一番だな。一番、はい、特技は、はい、あ、一番の特技というか、はい、まあ、車走らすことかな。ああ、そうなんですか、はい、え、走り屋なんですか。走り屋だったので言い方、実は、仕事、はい、就職する前に、はい、本当はプロのレーシングドライバー、になりたいと。でも合ってる、つなぎとか合いそう。ということで、うんうんうん、しばらく静岡の方で頑張ってたんですけどね、はい、もうただやはり聞かなかったら分からなかった、いろいろあって、はいはい、いろいろは次の次の次の週ぐらいにしましょうね。そうそうそう、はい、いろいろあって今の園長というところに落ち着いてます。いや、素晴らしいじゃないですか、はい、でも、はい、皆さんから頼られる信頼される園長、これからもにこやかな神田正輝、はいはい、ぜひお願いします。ありがとうございます。貫いてください、はい、ありがとうございます。そしていよいよ、はい、ラストですね、はい、神里のと皆さん、はい、園長先生のね、あ、園長の先生って言っちゃった、お名前も覚えてください、はい、デートで案内するなら、うん、もちろんあれだろうな、今デートで案内するんだったら沖縄市の中、沖縄市の、はい、の沖縄、子どもの国ですよね。もうそれしかないでしょう、はい、というのは、はい、子どもの国そのものがどこにでもない日本一ユニークな動物園で、そのユニークな動物園にふさわしい、うん、もう変わり方というの、はい、最近お客さんから、うん、相当変わってるとか、はい、上等なってるとか、はい、2つのキーワードね、なおかつ入場料も安いというふうなこともあって、
ぜひデートするんだったら、うん、ここに連れて行きたいなというふうに思ってます。もうまんまとというか、はい、結びをしっかりとね収めてくださいましたが、はい、突っ込みますね。もし告白とかプロポーズするなら、じゃあこの場所ってあります、最後にとですね、もうここなら実る、はい、もう第4デッキ、もう眺めもいいし、なんだ、あっちだ、ホワイトライオンいるでしょ、ライオンのとこだ、うん、はい、上のとこ、はい、眺めがいい、はいはい、そこでもうここだったらもうほぼ 100% 成功じゃないの、行く、はい、ですか、はい、結婚してくださいが実る、絶対実ると思う、はい、ということで、はい、まさかの沖縄子供の国上里園長がもう公言しましたので、プロポーズするならデートするなら沖縄子供の国の第4デッキのライオンさんの眺めのいい場所でプロポーズしてくださいね皆さん、はい、間違いないからね、はい、ということで、はい、分かりました。さあということで今日はですね、新生ズーズーワンダーランド第1回目ということで、はい、沖縄子どもの国から上里沖弘園長にお話を伺いました。結構いろんな後半で園長のいろんなこう、ね、はい、人柄がまた垣間見れるそんな感じがしましたが、はい、これからもぜひまた一緒に盛り上げていきましょうね。わかりました、はいはい、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。さあということで、ズーズーワンダーランド、この番組は公益財団法人沖縄子どもの国の提供でお送りしました。来週5月19日もお楽しみに。